もゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日も大の大冒険、キャラクター紹介やっていくよ。それで、今日はどのキャラクターなんだ？漫画やアニメの続編で、原作とか無印のキャラクターが出てくるのってワクワクするよね。そうだな、読者も思い入れ深いし、改めてかっこよさを再認識するってこともあるな。現状代々に続編とかはないんですが。何の話だったんだ一体。大とレオナを今の勇者とヒロインとするなら、この人は先代のヒロインと呼ぶことができます。フローラー。ビアンカハトでコメント欄が荒れるな。そのフローラ違う。ドラクエには他にも有名なフローラが登場しますが、今回はこの素敵な女王様を紹介しますよ。それではフローラの紹介、行ってみよう。この動画にはネタバレ要素がふんだんに入ってます。それでも平気な方はゆっくりしていってね。フローラはカール王国の女王。カール王国。ここです。日本で言うと、広島あたりか。ですかね。作中の登場人物で言うと、勇者アバンパーティーの戦士ロカあたりがカール王国出身です。強いキャラばっかり、だな。実際カール王国は屈強な騎士団を保有しており、魔王軍の侵攻でもミストバーン率いる魔影軍団の侵攻を、なんとか食い止めていました。やるじゃないか。そんなカール王国のフローラ女王。29歳。美しい顔立ちと指導力、パプニカの姫であるレオナの憧れであり、ちょっと似たような境遇にある女性です。前回ちょっと言ってたな。十数年前、まだアバンが勇者と呼ばれる前、魔王ハドラーが世界を蹂躙していた頃から、希望の女神、とも言える、魔王軍と戦う世界の象徴であり、人々の希望とも言える存在でした。フローラの父、フ王はどうしてるんだ？王は病床に伏せっていて、それゆえにフローラが国を率いていました。勇猛な姿、本当にレオナに似てるかもな。ですがそれも国を引っ張る表の顔。素の顔は可愛らしい少女そのものです。ますますレオナじゃないか。フローラはアバンに恋する、愛する女性。彼女が城を抜け出した時、モンスターに襲われているのを助けたのがアバン。ありがち。その城を抜け出すっていう感じもレオナっぽいが。見た目もレオナそっくりですよね。アバンと出会った当初、彼はカール騎士団でもないただの人。見ず知らずの男に命を救われたのか。そこからフローラの推薦で騎士団入り、そして素性を隠すようにアバンは伊達メガネをかけたそうです。伊達？だと。物語の最後まで伊達なのかはわかりませんが。アバンは伊達メガネをかけ、武術の腕を偽り、ダメな人間としてカール騎士団に入団。なんでそんなこと。自分の力を隠すため、だとフローラは考えたようです。二人だけの秘密の共有、アバン先生、テクってるな。そしてアバンが入団して数年後、魔王軍と戦う象徴であるフローラ姫を奪うため、魔王ハドラーがカール王国を襲撃、屈強な騎士たちもその力の強大さに敗れますが、アバンと当時騎士団長だったロカの活躍により、ハドラーは一時撤退、フローラは救われました。これがアバンとハドラーの最初の出会いでもあるのか。その後アバンはハドラーを倒すため、戦士ロカと共に国を離れ、旅に出ます。っていうのは番外編に登場したアバンとフローラの姿。本編での初登場は単行本23巻とかなり遅いです。ハドラーを倒した後アバンは各地で生徒を育成、なんでフローラと一緒にカール王国にいないんだ。勇者なんてことが片付いたらすぐどこかに消えてしまうんだから。だそうです。魔王討伐の次は次世代の育成が使命になった、のかな。きっとそういうことでしょう。本編に登場した時はカール王国は滅ぼされ、大魔王軍でレジスタンスをまとめる存在として登場。あれ、魔影軍団の侵攻を防いでいたんじゃなかった。魔影軍団の侵攻はなんとか防いだカール王国でしたが、侵攻するのがバラン率いる恐竜軍団に変わると5日で滅びます。あっけない。バランがカールを5日で滅ぼしたことにハドラーが驚いたのは、かつてカール王国で会えなく撤退させられた過去があるからかもしれませんね。フローラの誘拐拉致が失敗した時か。もちろんアバンやロカはもういませんが、騎士団長のホルキンスは剣ではバランと互角に渡り合う強者。国のためか、世界のためか。女王であるフローラたちだけでも守りきったのは、カール王国の屈強な騎士たちの意地、だったのかもしれません。希望の女神、だけはなんとか、ってことか。そして大たちの前に現れたフローラは、大魔王バーンに敗北し気落ちする一行を鼓舞し、アバンの印の秘密、アバンの過去など様々伝えました。アバンの話。今までの激戦の心の支えとなっていたアバン先生。その話はこれからさらなる戦いを前にした一同には、大切な時間だったはずです。新たに決意を固められた、ってことか。そしてサイドバーンパレスへ乗り込むための、大ハジャ呪文、ミナカトール、習得のためにハジャの洞窟へ。
大覇者呪文。大魔王バーンの居城バーンパレス。大魔王バーンの魔力によって守られたそこは、通常の方法では近づくことができません。ラスダンだしな。そのための魔の力を跳ねのける覇者呪文です。なるほど。覇者の洞窟兵はフローラ、ミナカトールを習得するレオナ、護衛役マーム、感知役メルルのバランスのいいパーティーで。こんなガールズバーがあれば、やめとけ。はい。この洞窟でフローラ様のかっこいい姿も見れます。戦うこともできるのか。キャラクタープロフィールによると剣、ムチ、隠し武器、メラ系、ホイミ系など戦う力もそれなりに揃ってるようです。さすが女王様。それって問題発言ですよ。え。そしてレオナは無事にミナカトールを習得、フローラの使ったリレミトで地上兵。そんな器用な呪文まで使えたのか。覇者の洞窟は本来呪文で脱出できるダンジョンではないですが、ミナカトールで洞窟の魔力を無効にすることで可能となりました。ダンジョン全体にかかってる効果を無効化、なんてすごい呪文なんだ。そういえばなぜこの呪文はレオナがやるんだ、フローラじゃダメだったのか。覇者呪文は本来賢者専用の呪文、そしてレオナには大太刀を導く能力がありました。食用の適性と、レオナの人間性ってことか。その後は地上でミナカトールを発動した後、五芒星を死守する地上軍の指揮を担当。その戦いの中で、個人的に印象深いシーンがこちら。え、なんだこれ。実はこの時、バーンパレスには死んだと思われたアバンが登場。そんなことを知る由もないはずのフローラが何気なく見上げたのは、愛とか絆とかそういうものが働いた奇跡のような瞬間だったでしょう。そもそもフローラはアバンの死をどう受け止めていたんだ。アバンは復活したハドラーとの戦いの中でメガンテを使い死亡。ということになっていました。それはフローラだけじゃなくて全員がそうだよな。ですがアバンはこの時、フローラからもらったカールの守りの効果で、メガンテによる死のダメージをアイテムが肩代わり、そのまま生きてました。あれ、フローラがそんなアイテムを渡したのなら、アバンは生きてるかも、っていう考えにはならなかったのか。魔王軍長雄軍団によって滅ぼされたカール王国。もしアバンが生きていれば故郷の蹂躙を許すはずがない。そう考えたフローラはアバンの死を疑いませんでした。っていうことはアバンは期待を裏切り、見殺しにした、のか。その辺は次のアバン会できっちり説明しますが、アバンは狩猟のため覇者の洞窟攻略中。外界の情報を得る術がなかったのでしょう。見過ごす、というか知りもしなかったってことか。3ヶ月もの間、洞窟にこもっていたアバン、その間に世界は滅ぼされていくわけですが、それについては魔王軍の力を適正に評価して、ある程度の犠牲は仕方ないと思っていたのか、過小評価して、人間たちもなんとか耐え抜くだろう、と思っていたのかはわかりませんね。ダイヤポップたちの力を信じていた、っていうのが一番ジャンプっぽいのかな。話をフローラに戻しますが、地上での敵の制圧が完了したフローラたち地上軍は、遅れる戦力はバーンパレスへ送り、あとはただ祈るだけ。地上の総力戦だって必死の戦いだったろうからな。その後戦場は完全にバーンパレスに移りますが、バーンの目的は地上の崩壊、フローラたちがいる場所にも、ピラーオブバーンという塔のような兵器が落とされ、地上の戦場となっていたロロイの谷も壊滅。え、フローラたちはどうなったんだ。新たな力に目覚めたメルルにより危険が知らされ、バーンの攻撃は無事回避することができました。本当に優秀エイコメルル。その後崩落するバーンパレスから脱出したアバンを見ると、気絶。まあ死んだのを疑わなかったですから。そしてダイがバーンを倒した後のこのセリフですよ。さっき言ってたやつか。その後平和になった世界で、アバンと共に玉座に座る姿が、アバン先生も新たな勇者が生まれて、落ち着くところに落ち着いた、って感じなのかな。フローラ女王とアバン国王、どうぞお幸せに。ということで綺麗でかっこよく素敵な女王様、フローラ様の紹介でした。半分ぐらいアバンの話してたけどな。まあフローラといえばアバン、みたいなところはありますので。でもアバンと言ったらフローラではないよな。登場機会が違いますから。これから復興していくカール王国、アバンと二人ならもちろんいい方向になるんだろうな。人間嫌いながらも女性には手を下せなかった、バラン率いる軍が落とした国なので、女子供まで皆殺し。ではないと思いますが、復興するのは大変でしょうね。逆に夫や父親を殺され残された人たちは、自分だけ逃げたフローラに対して色々な感情もあるだろうしな。その辺は世界各国問題山積みですけど、幸い損傷軽微なベンガーナ王国が隣国。よく復興されていくことを願ってそろそろ終わりにしたいと思います。それで次のキャラクターは決まってるのか？動画の中でちょろっと言いましたけど、アバン先生、になると現時点では思ってます。
現時点で思ってるならそれでいいじゃないか。いやー、衝動も大事にしようかな、って思いまして。なんなんだよ。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次の大々キャラ紹介動画でお会いしましょう。また見てね。ここまでご視聴ありがとうございました。動画が面白かったという方は高評価。もっと見たいという方はチャンネル登録よろしくお願いします。他にもコメント、Twitter フォローなどなどよろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。